9月始まりましたね、学校。はい。はい。でもね、ちょっとしほりみちゃんは、9月1日まで夏休みだったんですけど、で、9月2日が始業式だったんですけどね、ちょっと9月2日の始業式に、ちょっとね、行くことができませんでした。はい。ちょっとね、詳細は言わないんですけど、ちょっと身内に不幸があって、ちょっとね、行けなくなっちゃいましたね。うん、はい。まあ、それはね、あれなんですが。それで3日から、第1日目としてね、行ったんですけど、どうでしたか？新しい先生来てた。あ、そう。リミちゃんのね、担任の先生がね、2人目の赤ちゃんができてて、補助の、補助の先生が、体育とかできないんだって。ほら、お腹が大きいか。あと、外で遊べなくなっちゃってね。うん、補助の先生が半分ぐらい見てくれるみたい。で、もう、何？全部変わっちゃったわけじゃなくて、まだいるんだけどね。それじゃなくてもね、新しい先生来た。あ、ほんと。まあ、徐々にね、お腹大きくなったら動けなくなっちゃうからね。リミの担任の先生、私話すの得意な。すごくね、いい先生だよね、リミちゃんの担任の先生ね。ママも大好き。今日ママね、ちょっとね、役員で学校行ったんだけど、リミのクラスチラーって覗いた先生、まだやってた。リミの先生お腹でっかくなった。ちょっとママお腹チラって見たんだけど、ちょっとだけで。でもちゃんとワンピース着てたから、多分やっぱね、お腹がね、大きいんだなと思って、でもリミ見えなくてさ、どこだリミと思って、多分リミまた下向いてたのかな。下向いてわかんないけどもしかしてこうやって下向いてたの、なんか縮こまってたのかもしれない。こうやって後ろからも見たんだけど、リミがあれ一番前だったよなと思ったけど、なくて。あれですよ、先生の机の前の。そう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 。でも見えなかったんだよね。一番奥。そうだよね。トイレ行ってたのかな。トイレ、授業中にトイレ。さすがにそれはないでしょ。え、みんな動いてた？みんな動いてた。みんな授業してた。先生黒板に書いてた。書いててこうやってなんか喋ってた。何書いてた？え、わかんない。そんなママもじーっとは見ないもん。授業参観じゃないんだから。ママが学校に行ったのは、10時半ぐらい。3時間目だ。3時間。4時間だよ。かもね。しほちゃんのクラスも覗きました、ママと。そう、しほとママで目が合ったのが3時間目だった。あ、そっか、そうだね。そう、しほちゃんのクラスも覗いて、しほちゃんのクラスは和気あいあいと、なんか何の英語の時間かな、なんかしてたね。みんな席立って、なんかこう絵になって喋ってたり、グループで発表してた、発表愛みたいな、発表愛みたいな、そうだよね、としてた。どうですか、学校は。楽しいです。3日からまだ2、まだ2日目だけどね。同じ学年で、なんか転校生が来たんだって。それはしほちゃんのクラスじゃない。転校生来て、あ、でもね、2年の時までいて、転校してまた帰ってきたんだって。言ってたかも、今日ママさんたちの間です、言ってた。1回転校した子が戻ってきたって。転校生、転校生来た。転校生、お祭り。え、リミのクラスに、来たの？来た。女の子？友達から、友達から2人来たって言ってた。どう？男の子、かっこいい。どう？喋った？ブー。何ブーって。喋ってないの？そっか、男の子また増えた。そっか、そうだよね。少ないの。女の子すごい少ないんだよね、リミの学年。そうそうそう。で、今日ママね、来た時、そういえばリミね、校庭で走ってた。リミが一人で走ってる。え、何？と思ったら、鬼ごっこしてて、鬼がリミの方に3人ぐらいわーって行って、パチって戦ってさ、捕まってるとこ見ちゃった。なんか鬼が3人ぐらいいたよね。全員ね、リミに追いかけてた。大丈夫なそれ。そう、なんかすごいリミ捕まってたよ。めっちゃ頑張ってたの。男の子の方がやっぱ早いね、足ね。あの男の子めっちゃ早かったよね。誰？タッチした子、誰か知らないけど。
ずリミタッチされてたじゃん。誰？知らない。今日誰タッチされたの？なんか赤い服着てた気がする男の子。赤い服、こんなもん、こんなもん。記憶に赤い服着てる人いない。あ、そう、ごめん、じゃあ誰だ、わかんない。でもしかしてリミをタッチしたら怖い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 。うっさん、うっさん、うっさん。でも楽しそうだって。シホはね、長縄だったの。あ、あっち側で長縄やってた。あそこもいたの。あ、いたんだ、シホちゃん。シホちゃんも見たんだけど、探せなくて。そう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 。鬼ごっこしたかったのに。そう、リミちゃんだけ鬼ごっこしてました。ね、そういうあのね、うんうん、遊びを決める係が今日は、うんうん、長縄ですって言ってみんなで長縄を流す。君はね、増やし鬼。増やし鬼っていうの？氷鬼。氷鬼、ああ氷鬼ね。増やし鬼はタッチしたら鬼になる。ああ、だから鬼がいっぱいいるんだ。だから増えてる。それで鬼が3人も4人もいるのね。うん、だから最後の方はもう全員が鬼になって、ラスト1人がめっちゃ大変。じゃあリミは頑張ってたってこと？頑張って、頑張った。そうだよね。でもママが来た時にたまたま捕まっちゃったってことだね。そういうこと。はい。ね。まだ2回だね、学校。うん、眠いですか？眠くない。6時だね、今までリミちゃんなんて10時とかまで寝てたのに。いきなり6時起きで。先生も10時とかまで寝てたって言ってた。あ、言ってた、うん、先生正直だね。へえ、そうなんだ、うん。じゃあしっちゃんも怒られないね。うん。でも、でもしほ遅くて11時で、早くて8時だった。そうだね。早くて6時、6時。ゆみちゃんはもうほんと遅かったもんね。起きんのね。もう夜更かしできないね。ね、夜の金曜日の夜ぐらいかな、できるとしたら。うん、あのね、いつも夜更かししてた時間は、うん、夜の12時から1時まで起きて、朝の11時ぐらいに起きる。ね。ずっと毎日。でもそういうもんだよ、夏休みはね、みんなね。あと映画見たり。学年が大きくなれば大きくなるほど、やっぱ夜更かししちゃうよね。なんで？しちゃうんです。だってほら、やりたいことがいっぱいあるじゃん。できることとか。うん、ちっちゃい時はさ、寝なきゃいけないけどさ、うん、大きくなるとさ、やっぱ。いろいろできることも増えてきて、リミマイクラできる、うん、まあ、あなたたちの場合はゲームとかテレビとか、ゲームと YouTube と TikTok と最近ってラジオ体操ってないのかな。あ、ね、昔さ6時に起きる、ママも行ってよ、ラジオ体操夏休み。ママちっちゃい頃行ってたよ。あった、ね、あった、ね、みんな6時に公園に行くんだよ。6時に公園に起きて、こうやってラジオ体操して帰ってくるの。その後何すんの？その後さ、6時に起きるの超眠いの。で、みんなこんな眠そうに行くんだけど、うん、やっぱラジオ体操すると目が覚めるのよ、うん。そうするとさ、家帰ってくるとさ、うん、もうみんなさ、元気じゃん。うん、じゃあもうご飯食べて遊びようって言って、うん、朝ご飯食べたら、もうすぐ外で遊んでた。うん、ね、朝から遊んでた。そう、朝から遊んでた。もうね、ご飯食べたらすぐ集合ねって言って、近所の友達と、うん、だからもう朝もう7時とかから、7時半ぐらいから遊んでて。5時まで遊んでたの？さすがにそれはないわ。お昼食べたりとか。うん、お昼食べたりとか、ね、ま、うん、時間があれば、そう。昔にはそんな習い事、今の子みたいに習い事とかもびっしりやってなかったもんね。ね、うん、今の子結構ほら、今日は習い事とかさ、結構いっぱいやっててさ、夏休みの家どもさ、遊べなかったり多いじゃん。うん、意味ない。私も1個しかないよ。でも今のね、小学校10時まで外に出ちゃいけないとか結構厳しいもんね。厳しいよ。なんで10時までダメなの？ラジオ体操どうやって？でもね、ラジオ体操あるところもあるみたいよ。だから主婦たちもさ、ラジオ体操っていう言葉は知ってるんだね。あー、知ってるんだね。みんな知ってる。ハロユーチューブ。そんなんじゃないよ。はい、じゃあね、ちょっとまだ始まったばっかりで、学校大変だけど。大変ですよ。ね、リミちゃん大丈夫今年？去年すごいさ、学校嫌だなって言ってたよ、夏休み明け。うん、今年もだよ。今年も言ってた。あ、ちょ、最初、初日は言ってたね、給食食べれるかなって。減らせるかな。どう？今年は去年とはちょっと違う？違う！うん、学校大丈夫そう。ギュー！うんうん？ギュー！ギューって何？グー。あ、グーね。アデュー。グー。
へえ、よかったよ。やっぱ成長するね。1年も経てば。あの頃はメソメソとしてたのに朝ね、夏休み明け。幼稚園の頃泣いてたよ。幼稚園の頃は本当に泣いてたよね。リミはずっと泣いてるイメージ。年長、泣いた、うん、年長でも泣いてたもんね、うん、で、1年生の時も夏休み明けメソメソしてたし、だから今年はどうかなと思ったけど、大丈夫ですか？よかったね、成長したね。しーちゃん泣かないよね、そういうのは。しーちゃんは、でも幼稚園の時は結構幼稚園嫌がってたよね。嫌がってた。嫌がってた。うん。しほちゃんもね、年中ぐらいまで泣いてたんだよ、実はね。泣いてたの？そう。ママがね、年中なってない。行事があって行くと、ママ帰っちゃうのってね、しほちゃんも実はね。ママ一緒に帰るって泣いてた。うん、リミの方がすごかったけど、うわまあまあ恥ずかしくなるぐらい、うわーってすごいリミは泣いてた。しほちゃんはシクシクだったんだけど、リミはうわーもう周りのお母さんとかびっくりした。リミちゃんどうしたのみたいな。すごかったよ。リミちゃんはすごかったもん。格別に泣いてたもん。でも、団中さんの時は逆だよね。しほがうえーってなって、リミがシクシクでしょ。いつ注射、リミの子の場合、注射はね、リミちゃんは強いんだよ。私があの痛みに強いんだよね、リミは。しほ、今は泣かないじゃん。リミは、あ、しほちゃん、さすがに今は泣かないけど、昔1年生とか泣いてたよね。めっちゃ泣いてた、リミは。しかもね、ブチギレるんだよね。もう何やの先生とか言って、もう絶対この病院来ないとか。すごいの、本当に怖いの、もう私この病院来ないからとか言って、なんかね、泣くだけじゃないの、翔ちゃんの場合。あとね、めっちゃ長引きするっていうの、もう終わったのに今ずっと泣いてっていう。そう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 、で車に乗って、うん、普通の子だったらすぐ泣き止むじゃん、翔、うん、ちゃんずっと車に乗ってもずっと泣いてて、めっちゃでね、文句ばっか言ってんの。もうほんと行かない病院、もう私絶対行かないからねとか言ってね。もうすごいんだって、ほんとに怖いの。しーちゃん今もそうだよ。この前、耳のさ、病院行った時に、病院出たらすごい怒り始めて、うん、私の耳の中を見たのに見られたのよ、とか。違う、違うよ、耳のさ、あの骨をさ、触られたんだよって言ってたらいい。しかも両方とか。こっちないのにこっちも見られたんだよ。それは見るでしょ。一応見るでしょ、こっちはないかなとかさ、普通。どう怒ってた。あと先生が早口すぎてわかんない。話が長いと。でもすぐ見てくれてよかったの。いい先生の。30分待たされたんだよ。実は早口。30分ぐらい、どの病院もそう、さすがに見る、待つでしょ。ね、待たないよ。リミのね、指もね、30分かかったよ。指？指。月指。あの時30分じゃない、1時間以上かかった、あの時は。そっか、めっちゃ待ったね。しかもなんか次の日から旅行でさ、めっちゃ忙しい日に行ったらさ。どこ行った？どこだ、旅行どこ行った？旅行行ったよね。え、旅行何？だってパッキングしたもん、病院行った日。そうなの？うん、病院行った日は分かんない。あ、パパ、富士急だ。あ、そうだそうだそうだ、富士急かな。そうそう、富士急、ひまちゃんと行ったの。そうそう、ひまちゃんと富士急行く時に、前の日か、そう、パッキングとかした記憶があって、その後白黒預けに行ったりとか、めっちゃさ、こう時間に迫られてるのに、なんかめっちゃ病院長くてね、焦ったよね。よく覚えてたね。あのさ、志保のさ、昔さ、あの耳薬あるじゃん。耳薬、あー、あ、じゃあ目薬だ。目薬どっち？何の目薬？あの眼科行ってさ、うん、なんか、あー、目になんかできちゃって、1、2年生の時に、あー、物もらいになっちゃってね。そう、うん、その時に行った時、1時間半ぐらい待たされたんだよ。確かに、あったね、そういう時もね。パパの顔怖いんだけど。いや、リミが変、すごいかもしれない。何の顔してたの？怖い、サムネになるよ、すごいね。うん、もう病院待つの嫌いなんだよね。で、病院の行ったら必ず文句言っちゃう。しほちゃん病院にはなんかね、強気なんだよね。右でポーンと。はい、
もうじゃあね、あのいつの間にか学校の話から病院の話になっちゃったので、もうこれぐらいで終わりにしたいと思います。はい、じゃあね、2学期始まりましたけど、まだ2回しか行ってないけど、さよなら。頑張りましょう。おやすみなさい。はい、もう夜ですけどね。リミアも学校行かない。え、なんで？さっきまで楽しいって言ってたじゃん。グッドって言ってた、グッドって。行かない。え、なんで？さよなら。ブブー、さようなら。え、ブブー、行かなくないよね、行くよね。ママとプーと一緒いる。なんで？ダメだよ、学校行かなきゃ。行こう行く。リミバカになっちゃうよ、義務教育。ちょっとずつ立てて、ママに答え教えてもらって。ママ教えます。極楽。どんなプランよ、何極楽って。ママドラえもんみたい。ドラえもん来て。やだ、もうドラえもんじゃないもん。そりゃ体型はドラえもんみたいだけどさ。120キロ。ちょっと120キロはないわ、さすがに。何そういうこと言うの。お腹ぷくー。そうなの。ドラえもん120キロで、身長120センチで、うん、お腹も120センチ。そうなの。全部120なの。嘘。で、ママ120キロで、身長120で、ウエストも120か、うん、違うよ。え、身長100って聞いたことあるよ。100はね、しんちゃんかな、確かに。ドラえもん全部120なんです。へー、まあいいや、はい、じゃあもう終わりにしましょう。バイバイ。グミペア。Sunday